皆さんこんにちは、整理収納アドバイザーの梶ヶ谷陽子です。今日は5月、いつでしたっけ、14日金曜日、ラビットという番組に出演させていただきまして、まあ、本当にね、今買うべきキッチン収納アイテムみたいなランキングに、最強ムジラーのお二人と一緒に出演させていただきました。で、私リアルタイムであの放送を拝見させていただいていて、まあ、どんな感じにまとまってるのかなっていうので、まあ、ちょっと楽しみながら見てたんですけど、やっぱりですね、もう話してたことはほとんどカットされ、もうね、なんだろうな、今回私ランキング、あれガチで私出させていただいてるんですけど、多分ね見てる方、まあ演者の方スタジオで言ってましたけど、カジガヤどうしたみたいなこと言ってましたけどちょっと違うみたいなこと言ってましたけど、ちょっと本当にね、皆さんに知っていただきたいのが、今回私が買うべきキッチンアイテムのランキングで選んだ3つっていうのは、すごいこだわりを持って選ばせていただいた3つだったんですよ。で、どんなこだわりかというと、私は無印良品のアイテムってどれも素敵なものばかりだと思ってるんですけど、その無印良品をこう家の中のね収納で活用するときに、いろんな組み合わせ方ができるものって本当に強いと思っていて、そういうものを今回のキッチン収納のランキングを通じて皆さんにすごいお伝えしたかったんですよ。単体で見ればどれもど本当に素晴らしいアイテムばかりなんですけど、私が選んだ3つっていうのは家中で使い回せたりだとか、あとは無印良品との違うアイテムと組み合わせるとかなり収納量が上がったりだとか使い勝手が良くなる商品っていうのを私はこだわって今回3つ選ばせていただきました。で、放送されてましたけど、なんか梶ヶ谷さんが持ってきた荷物みたいな感じで、実はですね、スタッフの方に、まあ、当日は私が選んだものとか、あとお二人が選んだものっていうのは番組さんが用意しているので大丈夫ですみたいなこと言われてたんですよ。で、もし可能だったら、まあ、梶ヶ谷さんがお家でこう組み合わせているものを持ってきていただけるとみたいなことをお話しされていて、で、私ちょっとロケするね、藤田さんのお宅がちょっと遠かったので、いやちょっと持ってくの無理ですねみたいなこと言ってたんですけど、どうしてもこう視聴者の皆さんに組み合わせ技っていうのを見ていただきたくて、すごい荷物持って行ったんですよね荷物持って行っていて、で、なんかこう説明しながらこう自分のランキングの時にこうプレゼンするんですよ。どういうところが素敵かとか、こういう使い方ができるとか、他の部屋ではこういう使い方もできるのでみたいなとこまで私全部喋ってたんですけど、ほぼカットされていたので、本当にちょっとなんかね、もどかしいです。なので、まあ、今回この YouTube で皆さんには私が選んだ3つの商品について、なぜ私が選んだかっていうのと、こういう使い方ができるよとか、こういうとこが優れているよっていうのを YouTube の方で皆さんにお伝えしたいと思います。まず私が選ばせていただいた、第3位に選ばせていただいたペンポケット、これも皆さんもねご存知だと思うんですよ。多分文房具の収納に使ったりだとか、ファイルボックスと組み合わせて、書類と筆記用具を入れたりだとか、まあ、そういう使い方してると思うんですけど、我が家では、まあ、こんな風に、キッチンの食器棚の扉裏で使っていて、扉裏ってすごい有効なデッドスペースとして活用できる場所だと思うんですね。で、ペンポケットの奥行きとアルミタオル掛けハンガーの、奥行きが私一緒っていうのを発見して、こういう収納を、自宅で作ってるんですよ。で、これはね本当に便利で、皆さんのお家はどうかわからないんですけど、キッチンって意外に細々したものって集まりません？で、細々したものを収納しようとすると、やっぱりVIP 席は使用頻度の高いもので埋め尽くされるじゃないですか、コンロ下だとかっていうのは。で、そうすると細々したものどこに収納しようかなって私はなったんですよね。で、その時に出し入れしやすくて
いつでもサッと取れる場所でって考えた時、やっぱりキッチンの食器棚開けた時にすぐ取れるこの扉裏を活用しない手はないと思ったんですよ。なので我が家ではこんな風にペンポケットとアルミハンガーを組み合わせて収納を作り上げています。でしかもここもしね必要なくなったっていう場合もアルミのハンガーも、ペンポケットも家中で使い回せるので私すごくおすすめしてます。あとね、私の家ではこんな風にパソコンのスペースでも使っていますし、あとはこんな風に私のこれヤドカリセットって言って家中のねいろんなとこで私ヤドカリのように移動しながらホームを変えて仕事することがあるので、まあ、今手をつけている書類の収納プラスそのねペンとかっていうのを持ち歩きたいので、まあ、ファイルボックスと取っ手付きのファイルボックスと組み合わせてこんな風に使ったりもしてますし、あとは使用例としていろいろ出させていただいたんですけど、でもねちょっと写真使われなかったからあれなんですけど、こんな風にスチール仕切り板と組み合わせて、まあ、スチール仕切り板とマグネットバーとペンポケットを組み合わせてよくキッチンに最初から元からついてるポールみたいなのあるじゃないですか。そこってフックをかけて穴が開いてるキッチンツールならこんな風に引っ掛けれるんですけど、穴が開いてないキッチンツールっていうかキッチンアイテムってあるじゃないですか、こまごましたもの。そういうものをねこんな風に収納するっていう案も一応出させていただいてたんですよね。あとはここの写真でも分かるように、まあ、キッチンタイマー、マグネット式のキッチンタイマーっていうのもスチール仕切り板にはペタッとくっつくので、まあ、それを一括して収納するっていう例をここではね作ってるんですけど、まあ、こういう使い方もできるんですよ。ちなみに我が家では冷蔵庫の中で、無印良品の角型のミニサイズのゴミ箱の中にまずはコーヒークリームを入れて、それと組み合わせてチューブ類を収納するのにも使っています。なので本当にねペンポケットは本当に優秀だと私は思ってます。一緒に出演させていただいた小林さんも最後の方で言ってましたけど、ファイルボックスの中に、まあ、洗剤とか入れて、ブラシ類ってこう中に潜り込んじゃうじゃないですか、ファイルボックスに入れると。なので、まあ、ブラシ類だけはペンポケットに入れるとか、まあ、そういう使い方もできるので本当におすすめの、堂々の私の中では第3位の商品がペンポケットでした。そして第2位に選ばせていただいたのが、私はファイルボックスでした。スタンダードタイプの結構ねまあ、書類とかの収納で考えるとこのスタンドファイルボックスの方が優秀な部分はありますよね。奥行き取らず、まあ、本棚とかにもすっきり収まるので、このスタンドファイルボックスも優秀なんですけど、やっぱキッチンで使うってなるとスタンダードの方が私は断然おすすめですね。っていうのも、まあ、こういう本棚とかの奥行きって大体決まってるじゃないですか。30センチあれば書類とかは入っちゃうので、30センチぐらいですけど、キッチンってなってくるとキッチンの食器棚って大体45センチとかそのぐらいあるんですよね。そうなってくるとこのスタンドのファイルボックスよりも奥行きのあるスタンダードの方が収納量は上がるっていうことですよね。で番組の中でもこんな風な写真出てましたけど、うちはホワイトグレーと透明を両方使っていたりだとか、あとはスタンダードタイプのハーフサイズとそうでないタイプを使い分けてたりするんですよ。でこれね本当にね撮影の時に小林さんがベスト3の中にスタンダードタイプのホワイトグレーの方をランクインさせてたんですよね。で私はあえて透明をランクインさせたんですよ。でそれはなぜかというと、もうそれのね理由もちゃんと話してたんですけど、そこもちょっとカットされてしまって、まあ、小林さんと一緒にこういう人にはこっちがいいよねとかこういう人にはこっちがいいよねっていうのもすっごい話してたんですけど、それもカットされちゃってたのでここでちょっとお伝えさせていただきます。やっぱり透明であるメリットっていうのは残量が分かるっていうことと収納物が分かるっていうことありますよね。なのでなんかこう入れてるもの忘れちゃうなっていう方には断然透明の方がおすすめなんです。
なんですよ。で、裏情報的なことを言うと、今無印良品で人気があるのは断然透明の方なんですって。これ私無印さんで何度も撮影をしていて、まあ、広報の方とよくお話しさせていただくんですけど、今はね断然透明選ぶ方の方が多いんですって。で、そういう風に、中身がすぐ見えた方がいいよとか、残量分かった方がいいよとか、まあ、子供に分かりやすくしたい収納を作りたいんだっていう方には私は断然透明がおすすめです。ただ、開けた時になんかガチャガチャ色が見えて雑然と見えちゃうの嫌だなっていう方には、私はホワイトグレーをおすすめします。なので、スタンダードタイプって言っても、まあ、色でね、見た目も違いますし、分かりやすさも違ってくるので、そこはまあ皆さんのご自宅どっちがいいのかなっていうので選んでいただければいいと思いますし、あとは私はね、スタンダードタイプをランクインさせましたけど、キッチンで言うならばハーフサイズの方が本当はおすすめです。ランクインさせたかったです。一応スタンダードタイプっていう括りで私はランクインさせてるんですよ、あれ。でも、まあ、ハーフタイプも私自分で持ってきてたじゃないですか。それぐらいハーフの方にちょっと注目してほしかったんですよね。それはなぜかというと、何か物を収納した時に当然、全部が隠れてしまっていて、それを棚に収納すると一回引いて、まあ、お醤油のストック取ったりっていう手間が生まれますよね。でもハーフタイプであれば、例えば醤油ここに収納してたとしますよね。で、そのまま棚に入れてたとしますよね。全然引いたりしなくてそのまま取れるんですよ。なので、めんどくさがり屋さんとか、子供に自分で取ってほしいものを収納するっていう場合は、私は高さのない方のスタンダードタイプをおすすめしてます。で、そのファイルボックスの中に、私の家のように食品をストックするっていう場合、まあ、中で分類したいってなるじゃないですか、絶対に。そんな時は放送の時に私が紹介したファイルボックス用の透明のケースって売ってるんですよ。あれは10センチタイプも売っているし、同じスタンダードタイプって15センチ幅のものもあるじゃないですか。15センチ幅のケースも売っているので、組み合わせて使うっていうことを、おすすめしたいと思います。で、その時に私もう一つ組み合わせ技を紹介してるんですよ、家から持ってって。でもそれは放送されなかったので、ここで皆さんにお伝えします。さっきファイルボックスに組み合わせられる3つの透明のケース紹介されたじゃないですか、ラビットさんで。で、ケースっていうのはもうサイズが決まっているので、例えば、3つに分類したとしますよね、ファイルボックスの中でケースを使って。そうすると1つのケースがいっぱいになっちゃったらもう入らないってことになっちゃうじゃないですか、もう大きさが決まってるので3つの。でも例えばいつも買い物に行った時にその都度量が変わるものを収納した場合、でも中はごちゃつかせたくないみたいなことありますよね。そういう時に組み合わせるのに最適なものを私紹介してるんですよ皆さんそれ何だと思います多分ね、私のインスタグラムとか YouTube とか見てる方は知ってると思うんですけど、スチール仕切り板の一番ちっちゃいサイズ、あれがバッチリとスタンダードタイプのファイルボックス10センチ幅に入るんですね。で、それを使うと前後に稼働できるじゃないですか、当然。なので収納するものが少ない時はピタッと収めれるし、増えたらシュッと後ろに下げたりとか、こう稼働できる仕切り板としてスチール仕切り板のちっちゃいのが使えるので、その組み合わせ技もぜひ私知ってほしかったんですよね。そうするとすごい便利なので、私はどっちかっていうと食器棚でそっちの仕切り板とスタンダードを組み合わせて使ってることが多いです。量がね年中変わるので、なのでそれもねぜひ知ってほしかったなっていうのがあります。あと私が第一に選んだアクリルのね仕切りスタンド、
あれはもう本当に私は堂々の第一位で選ばせていただきました。他の番組でも私1位に選んでいて、まあね、番組的にはなんか、番組的にはっていうか、もう視聴者さん的には、まあ、梶貝さんまたこれ選んでるって思うかもしれませんけど、だって本当に1位なんですよ、あれが。本当に使い勝手がいいんです。あのね、キッチンだけではなくて、家中で使い回せるっていう観点からいくと本当に優秀ですね。で、何点か私ラビットさんにお写真提供させていただいてるんですけど、キッチンではこんな風に、フライパンを立てたりだとか、こんな風に取り上げてくださってましたけど、逆さにして下にはコップを収納して、上にはコーヒーカップを収納してっていうように棚として使えるっていうこともできますし、あとは最後の方でも組み合わせ技紹介していましたけど、ポリプロピレン の, 整理ケース、整理ボックスか、整理ボックスの方がこうぴったり幅が一緒なので、3つの仕切りと、なので組み合わせて下には、まあ、お子さんの食器のカトラリーと、まあ、上にはお茶碗みたいな例をね出してくれてましたけど、そういう使い方もできるし、あとはですね、これもね撮影の時にねお伝えしてたんですよ。ワイングラスたくさん持ってる方、もし視聴者の皆さんいたらですね、視聴者の皆さんいたらっていう言葉おかしいですね、今見てる方と今見てくださってる中でワインを飲むのが趣味でワイングラスたくさん持ってるっていう方に、ぜひ知ってほしいことが、ワイングラスを収納するときに、例えばいつも使うものはすぐ出し入れしやすくしてていいと思うんですけど、例えばお友達がしょっちゅう来てお友達と集まったときに使うワイングラスの収納に困ってるっていう場合、ワイングラスって1本の細い足でこう立ってるじゃないですか。なので安定しづらかったりだとか、地震の時にすぐ倒れてしまったりっていうことが多分出てくると思うんですよ。そういう時に活躍するのがアクリル仕切りスタンドなんですよね。それどういう風に使うかっていうと、アクリル仕切りスタンド、こういう形で本体は売ってるじゃないですか。でも私は逆さに使いましたよね、さっき棚にするために。逆さにするのではなくて、食器棚の壁側に空いてる方を向けてドンとつけちゃうんです。わかるかな、イメージできるかな。例えばここにちょっと無印のハンディモップがありますけど、これがワイングラスだとしますよね。そしたら仕切りがこうなるように壁側につけるってことです。そうするとこっちにも倒れないし、こっちにも倒れないし、こっちにも前にも倒れない、横にも倒れないっていうことで支えにできるんですよね、仕切りスタンド。なのでそういう使い方もできるんですよ。あとはこれもね例に出させてもらったんですけど、こんな風にファイルボックスの25センチとかありますよね、まあ、これだけに限らないんですけど、その中にあれを入れてパソコンの収納したりだとか、タブレットの収納したりだとか、あとは書籍の収納したりだとか、ファイルボックス25センチってまま雑誌とか入れると絶対バタバタ倒れるじゃないですか。なので組み合わせて使うっていうことも私はすごいおすすめしてます。っていうようになんかね、いろいろねお話しさせていただいたんですよね。でもそれはちょっとバッサリカットされてしまっていたので、非常に残念ではありましたが、私が選んだ3つっていうのは本当に王道なのかもしれないですけど、この企画を通じて私は本当にバリエーションがすっごい豊富なんだよっていうのをぜひ皆さんに知っていただきたかったので、3つをランクインさせました。ということで、ぜひ皆さん3ついろんなとこで使ってみてください。まああれですよ、何を収納するか決めてないのに買ってしまうと不要なものになってしまうので、何を収納するのかを明確にした後に、もしね今日紹介したラビットさんで紹介したアイテムがすごいいいかもしれないと思ったら、ぜひ無印へゴーしてみてください。ということで、今日ラビットを見てくださった皆様本当にありがとうございました。そしてこの動画を見てくださった皆様本当にありがとうございました。実はですね、多分また
テレビ番組に出ることは決まっているので、また皆さんに告知させていただきたいと思っております。本日もご視聴いただきありがとうございました。それでは皆さん、また会いましょう。さようなら。